クレヨンしんちゃん心に残るエピソード。父ちゃんの秘密のメルトモだぞ。ある日、電車が揺れて偶然痴漢にカバンをぶつけ、助けた女性から感謝されます。翌日電車に乗ると助けた女性と乗り合わせ、話を聞くと涼子という新人の OL で毎日仕事のことで悩んでいるとのこと。ヒロシは涼子を励まし、誰かに愚痴を聞いてもらうようアドバイスすると、涼子は、野原さんに聞いてもらおうかな、と言い、電車を降りてアドレスを交換し、二人はメルトモになり、ヒロシは涼子からのメールにデレデレになっていました。その翌日の仕事中もメールが届き浮かれるヒロシ。帰りに川口から食事を誘われますが、涼子からデートのお誘いのメールが来てデレデレになり川口との食事を断ります。そして涼子に返事をしようとしますが、ヒロシは考え直し、メールを打ち直します。お誘いありがとう。残念ながら今日は予定があります。涼子くん、デートは若いボーイフレンドとするもんだぞ。おじさんを相手にしちゃいけないよ。うちならいつでも聞くけどね、と返したヒロシでした。